両チームの勝ち上がりの結果をここでご覧いただこうと思います。まず名古屋グランパス8、1回戦の三河戦は1点差でしたが、その後は順当に結果としては数字を残してきました。そして迎える決勝戦、そのスターティングイレブンです。手首の怪我で戦列を離れていた伊藤が戻ってきました。ディフェンスラインも木村さん、ずいぶん安定してますね。そうですね、トーレス中心にかなり安定してますよね。そして中盤、デュリックスと浅野も好調ですが、この両側にいる岡山と平野の切れ味、これまた今日の一つのキーポイントになりそうです。そして何といってもストイコビッチでしょう、まあ、この選手をどういうふうに抑えるか。ただこの選手を抑えただけでもチームはバラバラにならないのがグランパスの強み。リザーブはキーパーの石川、そしてディフェンス谷口、森、中盤の中西にフォワードの森山と入りました。一方のサンフレッチェです。駒澤大学には同点に追いつかれて、松木さん、これ高木でかろうじて勝ってきたんですね。そうですね、高木がいい仕事しましたね。この後は1点差のゲームで勝ち上がってきました、そのサンフレッチェ。今日は小島がストイコビッチ対策をする。そうですね、やはりストイコビッチ怖いんでしょうね。小島がマンツーマンでどこまでついていくかでも今日ポイントだと思いますね。そして中盤、森安の出来、これはどう見てますか。やはり僕、森安がこのチームに戻ったことによってですね、中盤この本当に組織作りがうまくいってるんじゃないかと。はい、そして体の切れている野と高木です。キーパーの下田、ディフェンス佐藤、森山、フォワードの大木、中盤の山根と入りました。さあ前半の開始です。いきなり走ったのが9番をつけました平野。準決勝では松木さん、このかなりグランパスが前半からプレッシャーをかけていった。そうですね、この中盤前線もかなり激しいプレッシャーでいきましたね。デュリックス、このようにこのスペースへどんどん前へ走らせる選手をどんどん使っていくといいますかね、こういったパターンが多かったですね。山本さん、はい、ベンゲル監督、試合前の話は単なる試合の一つだと、決勝の意識を持つんではないと、いつもの一つの試合として全てを出せば勝てると、それと高木と野のマークについて注意をしました。これはかなりそのいきり立つ選手を抑えるコメントでしょうか。そうですね、やはりこの平常心でいつもと同じような気持ちでグラウンドに出てほしいという監督の願いだと思います、まあ、そうは言ってもね、なかなかね、決勝になりますとね、気合も入りますし、まあ、やはりね、あのカップ戦の頂点に立つわけですからね、はい、立ちたいという気持ちはもう選手全員持ってますからね。僕なんかあのグラウンドに出る前にですね、この寒い時期ですけども、半袖にポイントのスパイクということでね、はい、よく半ぽい半ぽいなんて言ってましたけどね。あ、そうですか。それぐらい気合が入ってグラウンドに出たもんですけど今日は風がピッチ上の方では左から右に向かって吹いていますが、下の方はそれほど強い風ではありません。ただし問題は日差し。ストイコビッチ、小島がついています。あっと、注意がありました。少しあの小島に密着マークをされて、木村さん、ストイコビッチがちょっと熱くなりかけてますか。いえ、まだそんな時間じゃないですからね、まあ、この辺は自分のボールコントロールのミスをこうぶつけたっていうことでしょうね。試合開始早々からこの12番が密着マークで。放送席、山本さん、はい、サンフレッチェのヤンセン監督ですが、立ち上がりの指示はですね、ディフェンスをルーズにしないで少し絞ってという声が出ています。それからこのグランドレベルでも相当、山本さん、やっぱり風左から吹いてましたね。あ、そうですか。コーチの日本語で前半もらおうと、そういう声が聞こえてきました。風上だってことですね。広島は風上、ただし正面から光を受けて、これ松木さん、ディフェンスもキーパーも相当回を気になるんじゃないですかね。そうですね、この風も嫌ですし、この太陽も気になると思いますね。長い影でお分かりかと思いますが、はい、
ややグランパス押し気味で始まっています。高木へ、これがまあ一つのパターンですよね。そして笛、ゴールライン割りました。ゴールキックです。見る限り木村さん、今日のレフリーをご紹介しておきます。岡田正義さん、先審は広島義和さんと石山昇さんです。まだ硬さみたいなものは特には感じられませんか？まだ感じられないですね。そんな硬さっていうのはないんじゃないですか。そうですか、はい、風が吹いたり止んだりしていますが、いいでしょう。さあストイコビッチ、出てきたのは浅野でしたが、の高木が前に行きます。いいボールでしょう。逆サイドを使ってきました。もう一度振ってくるのが行きます。さあストイコビッチ、14番の上村が小倉についています。これいいボールでしたね。でまたこれから逆へ来る、はい、そこに野が走っていきますが、両サイドを大きく使いたいというこの感じですね。これが、まあ、広島の特徴ですよね。サイドをうまく使ってますよね。それによってグランパスのこの速いプレッシャーといいますか、このディフェンスの組織を崩したいんですよね。トーレスがディフェンスラインの中では非常に重要な役をしています。名古屋デュリックス、平野、小村へ、上村、やはり風の影響か、今上村君も本当にリスクのないプレーをしてますね、はい、また平野です。ホイッスルあって名古屋ボール、9番の平野、この人の左サイドからの切れ味、まあ、ディフェンスはまだパーフェクトではありませんが、攻撃には相当の力があります。ストイコビッチです。さあ最初のセットプレー、風は向かい風、ジュリックス、ストイコビッチが逆サイドで待っていましたが届きませんでした。すごい押し上げですね。タッチライン割りました。やはりグランパスの方はこのセットプレーが一つ この得点パターンにありますので、かなり神経質になっていると思いますね、サンフレッチェの方は。まあ、その辺はもうかなり集中してますよね、うん、今の押し上げも大したもんですよね。ディフェンスラインが一斉に上がってきて、相手のフォワードの選手を後ろに残してしまう、オフサイドポジションに残してしまうようなプレー、まあ、味方のサポートも厚くなるというわけですが、右の飯島、小倉へ、これは後ろからのチャージ。そうですね、これはイエローカードでしょう。アウストラにイエローカードが出ました。さあ場所も今度は右に移りましたが、先ほどのストイコビッチのポイントよりは少し近くなったでしょうか。そうですね、木村さん、ここはまた合わせてくるんですか。そうでしょうね、風下ですから、ね、はい、ちょうどキーパーとバックラインの間に落としてくるんじゃないでしょうかね。トーレスと浅野がとドリックスへ回してきた。ちょっと大きかったですけど、速いボールです。まあ、見どころとしてはこのセットプレーの両チームがですね、いろんなこのパターンを使ってくると思うんですね。それを見ても今日は楽しいですよね。今度は岡山です。小倉も手を挙げている。ストイコビッチと小倉の2人がペナルティーエリアに入っています。デリックス、
ームは準決勝で2点を挙げましたが、またストイコビッチがちょっと倒れました。今日試合前に小倉君とちょっと話したんですけど、かなりリラックスしていい感じでしたよ。そうですか、はい。まあ、松木さん名前間違えないでなんて言われちゃったんですけど自分は岡山じゃないんだと高木に出ます。さあここで野が同じサイドにいます。そうですね、そしてハウスソラ、野とハウスソラが重なっているポストプレーですよね。ハウスソラ高木に合わせる、うん、伊藤のキャッチングを見ても今日は大丈夫ですね。問題ないですね。試合前も言ってましたね、大丈夫です、ね、トーレストの、まあ、今のはお互いボールへ行ってるということでレフェリー流しましたね。デュリックス、ストイコビッチへボールに変化をつけてきました。ついているのは小島、逆サイド小倉、小倉の前に上村がいます。小川、浅野、スペースへ出た小川だ。今危ないですよ。いい動きでした。両チームを通じて初めてのコーナーキック。風は左から右、ただこのフラッグを見る限りこの高さではあまりないようですが、ピッチの上の風が均質ではありません。浅野、トーレス上がっています。いいもんですよ。投げてきた、直接狙ってきました。まだボールは生きている。逆サイドが空いてますね。ストイコビッチ手を挙げている。そのストイコビッチへフェがマークに入りました。裏の裏を描いたんでしょうか、ストイコビッチのセンタリングのです。さあ来ましたよ。さあスペースへ来た。高木が左へ切れていく。ハウスラも入ってくる。今のノのキックは、そうですね、まあディフェンダーに当たったっていうこともあるんでしょうけど、まあ、低いボールでね、ちょうどキーパーとバックラインの間をね、高木に合わそうとしたんですけどね。ただまあお互い両チームともいいところ出してますよね、この短い時間ですけどもね。かなり両チームとも激しいですよね、チェックはね。小川のファウルです。野に対するファウル、広島のフリーキック。11分を回りました。ああ、ヤンセン監督が出てきています。山本さん、はい、チャンスに道木にですね、マークを離してもう少し思い切り出るようにという指示です。ああ、なるほど。蹴るのは柳本。さあフリーの選手が飛んできた。上村が飛び込んできました。今キーパー伊藤君いい判断で出たんですけども、ちょっと止まった位置からのジャンプでしたからね、あれちょっと危険ですよね。風の関係もあるのかもしれませんが、んチャンスになる。小倉、ストックビッチに出す。小島です。松木さん、小島はセーフティーファーストですね、はい、そうですね、もう本当にこのグラウンド上からストイコビッチの姿が分からなくなる、それだけを考えてやってると思いますね。木村さん、あとはストイコビッチがあんまりこうカリカリしてしまうと、この人は割に熱くなりやすいタイプで、そうですね、まあそんなことでイエローとか退場になってほしくないですね。大岩、これは流します。柳本、トーレスが来ます。かなりディフェンスラインが上がっている名古屋。岡山を使ってくる。岡山に対応するのは道木です。名古屋ボール、速いスローイン。小倉、岡山、デュリックス、ストイコビッチ、浅野、ワンツーか。
小川、いいですね、平野、小倉が中へ入る、外から岡山、岡山へ通らない、ちょっと広島、木村さん慌ててませんか。そうですね、今のはね、あの意外性のボールでしたからね。前川の声がディフェンダーに届いているはずですが、コンビネーションがうまく合いませんでした。さあ2回目のコーナーキック、先ほどは直接狙ってきましたが、これはでもサンフレッチェ気をつけなきゃいけませんね。リズム悪いですからね、こういう時のフリーキックコーナーキックっていうのは怖いですから。デリックスはミドルシュートのポジションで、この画面からはずっと右の外れた ところにいます。かなり距離を取りましたストイコビッチ、ファーです、前川の好判断。今日は前川もう2本ともパンチングですね。ということはもう本当にセーフティーファーストということで、裏へ出してくる小倉、シュートだ、岡山から小倉でした。小倉ですね、いいシュート打ちましたね。いや、いい展開でしたね。ちょっとアウトにかかってしまった、うん、もう少しあの体重をかければ、ね、かなり鋭いシュートがいったと思うんですけどね、ちょっと後ろに残ってましたよね、体重が。まあ、よくボールが上に上がってしまう、ふかすと言いますけれども、ボールが立ち足よりも前にあったり、あるいは上半身がこう起き上がってしまっているときにこういうケースが多いようですが、うん、よく頑張ったが、ボールキック、いや、スローインです。そうですね、これによってもうグランパスはもう前からプレッシャーかけられるということで、小倉、平野が出る、入った柳本、強い柳本、日本代表の柳本、本当にスピードのある、本当に判断のいい選手ですよね。173センチではありますが、リベロとして立派にこのチームでは仕事をこなしている小倉。ああ、小倉ゆとりがあります。デュリックス、ストコビッチ、振り向かせませんね。右も一度小倉、さあ平野を使う、サポートがちょっと遅れている。柳本、この前に1枚いて後ろにもう1人いると、なかなか松木さん簡単には破れないですね。もちろんそうですよ。これはまだ残っています、高木、高木に対する大岩のファウル。まだ両チーム得点がありませんが、木村さん、かなり中盤の攻防が面白いですね。そうですね、本当に両チームとももう近い距離で、ボールを争ってますよね。そうですね、ですからあの両チームのディフェンスラインの裏へ早くボールを出したいという、両チームそういったねボールが多いですよね。今の場面でもそうでしたけども、トーレスが上がってきた、デュリックスへ森保がつきます。ほとんど早いタイミングでディフェンスの裏へ裏へというボールが多いですね。オフサイド、高木が残ってしまいました。ディフェンスラインよりも前でパスが打たれた瞬間に残ってしまってオフサイド。この場面は分かりやすいですね、なかなか分かりやすい、これもう完全なオフサイドということですね、はい、さあデュリックスです。デュリックスのケアをしているのは19番をつけた桑原。3人です。これはボールへ行きました、ホイッスルはありません。ちょっと強引すぎたですね。今野が真ん中、右から中の方に入ってきましたが、そこに出すタイミングが見つからなかったか。そうですね、やはりディフェンスが目に入ったんでしょうね、ここのシーンですけどもね。デュリックスがいます。もうかわしてシュートを打つことだけですね。そうですね、強引に行くっていうね、やはり下しか見てないですからね。
まあ、高木がここのプレーをうまくできるようになったらもう本当にインターナショナルなストライカーになっちゃいますよね。なるほど。まあ、なってもらいたいところですが、うん、平野、平野も落ち着いている。抜いていきましょう。フィンになった、合わせて決まりました。小倉だ、選手点は小倉名古屋。いやでも今平野君良かったですよ。そうですね、切れ味鋭いドリブルでしたよね。前半の18分、名古屋グランパス8、小倉のシュートで1点を先行。左から平野の最後無理をしない密集の中でのコントロール、ここが早かったですね。今のスペースに入っていったところが良かったですね。で小倉もディフェンスの前にちゃんと自分が体を入れてます、ね、そうですね。いや松木さん言われた通り、はい、試合前にリラックスしてたんだっていうね。そうですね、小倉いいですよ。木村さん、耐えに耐えてた広島が1点取られてしまいましたが、メンタル面での何かほころびなんか出る心配はありませんか。まあ、まだ今のところね、時間まだまだありますからね。今の場面でもやはりマンツーマンでいってるがゆえにスペースが空いてしまうと、そのスペースをうまくドリブルで突破されてしまったって一番やられてしまってはいけないパターンですよね。あ、平野と怒鳴ってます。名古屋が1点を先行。ただまあサンフレッチェにはこの一発といいますかね、この高木の高さもありますし、まだまだ分からないですね。キックアンドラッシュになりました。アウサラ、木村さん、このハウストラがまだ機能してませんかね。何か怪我とかしてるんじゃないでしょうかね、ちょっと体調悪いんじゃないでしょうか。左のふくらはぎが痛いんだということを言っておりまして、ヤンセン監督もどこかで交代の可能性を頭の隅に置いているはずですが、まあ、昨日は簡単なボールコントロール程度の練習しかしませんでした。ハウスラ、ホイッスルありました。名古屋ボール。またストイコビッチです。さあディフェンスラインから選手が上がってきました。ね、浅野ですかね、今度は浅野トーレス、8番の浅野、5番のトーレス、そして9番平野、3番大岩といます。浅野です、よく体を預けました。上村、今鼻かなんかでヘディングじゃなくて鼻 なんて言うんですかノージングって言うんですかね鼻のあたりに当たった感じしますね、この浅野のヘディング。あ、でも首振ってますから狙ったんですね、しかしディフェンスも今もう本当に頭ごと飛び込んできましたからねトーレス、かなりこのディフェンスラインの後ろからの接触の厳しい名古屋です。ノアは寒い時にはなかなか体が温まらないんでという、まあ、気温をちょっと気にしていましたが、うん、20分を経過ですからもう温まり方は十分だと思いますよね。そうですね、薄ら汗が出てますからね、もう大丈夫だと思いますよ。やはりスピードをこう生かす選手っていうのはどうしてもねやっぱり気になりますよね。柳本です。あ、ハウサラです。上村がタイミング合いませんでした。この辺りが慣れてないそのグラウンドのバウンドの違いということもあるんでしょうか。そうですね、あと風じゃないでしょうかね。このちょっとボールが落ちたようです。はい、1対0と名古屋が1点のリード。あ、やっぱり眩しそうです。山本さん、はい、
ベンチからですね、岡山のポジションがちょっと高すぎると、正しいポジションを取れと何度も岡山の名前を呼んでますね。岡山は右のサイドの中盤の選手、ホイッスルあって名古屋ボールです。倒れたのは浅野でしょうか。いや違いますね。違いますね、はい、あ浅野立っていますから。平野ですね。あ平野ですね、はい、平野は左足をちょっと痛めたようです、うん、左利きの平野。さあ蹴るのは大岩です。前のラインでまたストイコビッチが何かうずくまっていますが、いや今走ろうとした時にディフェンダーとちょこっと接触したんですね、はい、ですけどもまあ倒れたということで、ね、これは松木さん、はい、詳しく分析していただきたいんですが、まあ、これを簡単に言いますと、役者だと。なるほど、そういう感じです。大丈夫でしょう。ただ今までの場面であまりストイコビッチが自分のボールキープできる場面がないですからね、はい、まあ、こういったところで少し顔を映っておこうということでしょう、はい、さあ平野は治療終わって元へ戻りました。プレー再開です。岡山が行きます。柳本いいですね、まあ、セーフティーファーストの理由の一つにはもちろん危険を避けてということはありましょうが、名古屋の予選が早いということも松木さんありますね。もちろんそうですね、中盤でカットされるよりかはやはりこのセーフティーファーストに、はい、高い位置にボールを蹴り出そうということですね。ゴールキックです。このデュリックスとストイコビッチのライン、目に見えない糸でつながれているこの線が名古屋に立って非常に大きな役割を果たしています。25分を回って1対0、小倉のシュートで前半の18分、名古屋が1点を先行している。森安ここまで追ってきます。落ち着いてますね。小川、名古屋は高い位置でプレーしている。ストイコビッチ、柳本、ホイッスルありました。オフサイドです。木村さん、ストイコビッチを抑える小島の働きぶり、このストイコビッチに対しては効果はどうでしょう。いや今のところよくついてますよね。でやはりイライラさせるっていうのも一つの手ですからね。あイライラ、やはりこのプレッシャーを精神面でもね、やはりマンツーマンでついてるぞという意識を与えるっていうのは大事ですよね。まあ、先ほどのストイコビッチが倒れたのもね、一つこうストイコビッチはアピールしてるんですけどね、はい、自分なりにこのペースをね掴みたいという精神的な部分のペースですよね、はい、森安ここで逆サイド振りたいんですね。サンフレッチェはね、早めに一木ハウストラ入ってきた。熱いディフェンス、柳本眩しそうです。ホイッスルありました。ストイコビッチのファウル、ストイコビッチが巧妙に手を使いました。さあ早いフリーキックだ。笛が行きます。お、平野、これはかなり強く接触しましたが倒れたのは平野。また左足、今平野は遅れてちょっとクリアをした時にぶつかったんでしょうね、かなり危険なプレーでしたね。今ね足が高く上がってましたよね。ただまあイエローカードが出るんじゃないかっていうこともあって、はい、まあ、ね、あイエローカードが出ました。この平野に対してイエローカード。ここですね、笛の方にはあまり大きなダメージはなかったように見えますが、膝ですかね。膝のようですが、脇腹の方、脇腹ですか。名古屋は中盤のプレーヤーには中西を入れています。リザーブです。いいボールだ、よく入りました。岡山大丈夫そうですね。平野は大丈夫そうですね。
28分になりました。1対0と名古屋1点のリード。野が入れる。もう一度スローインです。名古屋の選手平野は戻りました。今度はロングスロー、高木合わせる、森安、上村のシュート。上村がかなりのびのびとプレーしていますが、ここが行きます。おお、すごいですね、4人飛んでますね今ね。ストイコビッチ、いいですね、いいオーバーラップが出てきます。小倉が中央遅れて上がっている。右サイドにはコーナーキックです。柳本いいですね、すごくタイミングのいいディフェンスをしましたね。今この選手は代表になりますと右のサイドが多いんですが、攻撃力もなかなかある選手ですからね、スピードありますからね、はい、チームではリベロ。蹴るのはストイコビッチ、また長い助走を取ります。ペナルティーエリア6人入っている名古屋の選手。今度はファーダ、トーレス、デリックスいきます。残りあと前半15分です。後ろに敵がいるぞと、ね、英語を使ってましたね。コーチになりました、はい、ですね。浅野、大岩、はい、平野へ。相変わらず上の方では風が左から右へ、うん、ただ下の方はそれほど強くありません。浅野です。スペースへ出してストイコビッチが走る。柳本、うまくフェイクを入れました。そうですね、うまかったですね。フェイントを入れて蹴り出すと見せかけてストイコビッチの気持ちをはぐらかしておいてマイボールにしました。ゴールキックです。木村さん、ストイコビッチの出番がまだありませんね。そうですね、なかなか画面に出てこないですね。まあ、しかし名古屋にしてみますとストイコビッチストイコビッチと思わせておいて他の選手が良ければそれで。まあ今のプレーは良くなかったですね。ストイコビッチにイエローカード、まあ、それだけイライラしてるんでしょうね。そうですね。今のプレーです。こう蹴ってるんですね、後ろから。後ろからそうですね。イエローカードを1つの試合で2枚受けるとそれがレッドカード退場になります。やはりかなりあの風が気になるんでしょうね、うん、あのボールのコントロール難しそうですね。サッカーで雨と風とどっちがいいかって言ったら、やっぱ雨の方がいいと思いますね。風だとどうしても集中力が欠けるんですよね。ああ、そうですか、はい、もつれているが、そうそう、デュリックスが下がっているときは浅野が前に来て攻撃への足がかりを作ってくる。高木、大岩、狙いは
しかしなかなか深いものがありました。グランパスのいいところはこのディフェンス部の位置に入っている浅野、デュリックスっていうこの2人に得点力があるということですね。ですから本当にモダンなサッカーの典型ですよね。このデュリックスが1点取っています、天皇杯です。そして浅野が3点。ミチキハウストラ、もう一度桑原、ミチキへ、久々にミチキ上がってきました。二人がかりです。こうなるとさすがにスローインを取りました。いいですねこの辺のディフェンスは、うん、コーナーキックです。さあここはサンフレッチェ大事にやりたいところでしょうね。同点に追いつくチャンス、はい、34分を回りました。風は上空はやや広島にとっては追い風、ボールのコントロールがちょっと難しいところでしょう。ミチキが一人空いてますけどね。ミチキがペナルティエリアの左の角曲げてきた、うん、クリアは小倉、そしてストイコビッチが走る、ケアに行ったのは小島です。ストイコビッチいるところには小島ありと、そういう感じですね。まだ生きている名古屋ボールです。前半の残り時間があと10分余りになってきました。広島にしてみますと追いつきたいところですが、無理をして2点差にされるのは最も警戒しなければいけません。トーレス、もう一度のほうがいきます。出ませんでした。広島ボールのスローイン。今の場面もちょっと風が気になったようですね。ああ、なるほど。はい、笛。ハイボールには高木です。速いボールである程度の高さですと、木村さん、高木の威力っていうのはあると思うんですが、ああいう風にロビング風の高いボール。この伊藤との競り合いになると、そうですね、やはり生かされてないですよね。ハウストラ、やはりライナー性のボールの方が有効でしょうね。やはりこの1点で勝負されるボールってのは嫌ですよね。高木みたいな大きい大型のストライカーに対して瞬間的にですね、はい、その高木はチャンピオンシップでアキレス腱を切って以来の国立でのビッグゲーム、うん、日本代表候補への復帰を果たしておりまして、それなり思いに燃える1996年のはずです。やはり復帰するまでにかなりこの苦しい思いとですね、努力を重ねてきた高木ですからね、いろいろあると思いますよ気持ちの中では。平野、小倉が前に行く、思い切ってスペースへ出しました。柳本、高木合わせる、ポストプレーからノエ、そして笛、いい形だ。ハウストラが逆サイド空いている、ちょっと時間かかった。ファウルです。ちょうど蹴りに行ったところに足が出まして、木村さんも痛いところでしょう。これも危ないプレーですよね。上村が
ちょうど弁慶の泣きどころ。オリンピック代表の上村、今日は攻撃でも非常に意欲的なプレーを見せていますが、ちょうど膝に近いところでしょうね。ふた足に足の裏が当たってますからね。これ交代選手では佐藤康幸、そして森山という2人を入れているディフェンダーですが、起き上がってくる状態です。その上村を裏へ出す。浅野、小倉をサビ、浅野が上がっていく。この終盤に来てのグランパス8はこうして浅野が最前線まで来るケースがたびたびあります。デリックス、森安が行きます。抜けてきた、抜けてきた、止めた。もう一度森安へ、桑原、ハウストラ、木村さん、どうもハウストラの運動量が少なくありませんか。そうですね、なかなかボール触る場面が少ないですよね。飯島、狭い地域ですがちょっとディフェンスラインが引いている広島です。小島、残り時間が前半少なくなってきました。あと5分です。このハウストラのふくらはぎの状態がどうなのか。まあ、サンフレッチェとしてはもう外に開いているハウストラを早く使いたいんですね。両サイドをうまく使いたいんですけど、なかなかボールがいかないですね。これでいいと思いますね。あ、寄ってきたのはハウストラでしたが、さあ岡山突破、小倉がやや遅れている。ストイコビッチは左から中へ入ってくる。2人がついている。コーナーキックです。岡山のポジショニングの話はありましたが、この左の平野、右の岡山というのが名古屋の攻撃の中ではどういうんでしょうか、あの将棋で言えば銀ぐらいの感じでしょうかね。そうですね。まあ、かなりキーポイントになってましたね。時には桂馬のように、時には桂馬のようにですか。ポンと飛ぶわけですね。さあ追加点のチャンスです。ペナルティーエリアにまた6人入りました。名古屋曲げてきた、いいボールが来た。前川の速い攻撃をしたいが、前線からのチェックが激しくて、ストイコビッチ、浅野が残っている。そしてトーレスも残っている。ミスになりました。ハウストラン、道木のです。本当グランパスは前線からのチェックがいいですよね。ですから広島としては本当に仕事をさせてくれないですよね。このチームで戦う強い意図がそれぞれの選手に結ばれていて、ベンゲル監督のチームプレーが徹底しています。またサンフレッチェの方はマンツーマンですから、そのボール取った時点ですごくこの密集地にいるんですよね、人が。ですからそこからポジショニングを取るまでの時間が必要ですからね。ですからなかなか広く使えないんですよね。カウンターまでにちょっと時間がかかってしまう、はい、高木に対するファウル。今日はあの性格温厚な小倉が非常にファウルが多いっていうのは戦う意志の松木さん現れですか。そうですね、やはり、まあ、自分も痛いんでしょう。ちょっと倒れましたが、1点取ってこの気持ちも乗ってますし、ね、なるほど。若さってのはいいですよ。高木に合わせる、フォローがあると、落ちたところが悪かった。山本さん、はい、ベンチからですね、平野と岡山に対する指示がずっとありまして、とにかく攻撃では OK だという声が出るんですが、ただ守備の時にすぐ戻ると、特に手前の平野については、すぐに戻るようにという指示を何回も出してますね。
上村笛を使ってきた。じゃあ切れました。名古屋ボール。あの辺りがやはりグランパスとサンフレッチェの差といいますか、グランパスの方はきちっと両サイドから正確なパスで崩してますけど、サンフレッチェの方はどうしても最後のところでミスが目立ちますね。まあ、今のね、あのノとしては珍しいんですけどね、まあ、それだけプレッシャーがあるということでしょうね。うまく反転させようとしましたが、名古屋はそれを許しません。平野ストイコビッチへ、上村、柳本の森安、高木のと3人に囲まれた。ああいうプレーのは得意なんですが、また柳本、平野へのボールをインターセプト。さあ残り時間前半なくなってきました。この国立競技場は電光掲示板に時間が数字で出ますので、選手にはある程度目安としては分かりやすいことになりますが、特に名古屋の方はその電光掲示板に向かって攻めていますので、浅野、エリックス、小倉へ一度スペースへ出してきました。上村が入りました。いいディフェンスですね。この太陽を見た時の小倉の顔からその眩しさがある程度想像できるかと思いますが、さあロスタイムに入りました。ハウストラ、岡山、高木が行っています。広島としては木村さん、追いつきたい気持ちはあったでしょうけれども、まあ、なかなか本当に仕事させてくれないですよね。本当にあのグランパスの前線からのチェックは本当にいいですよ。今日は高木をもし使うんであれば徹底的に高木でいいと思うんですけどもね、ちょっとまだ見えないですね、そのポイントが。まあ、それだけあの前線からのチェック名古屋いいから、高木へのパスがなかなか出せないんですよね。ここで前半を終わりました。1対0名古屋グランパス8、小倉の前半18分のシュートで1点を先行して、そのまま広島にシュートをさせることなく、わずか上村のあのジャンピングボレーシュート1本に抑えてハーフタイムに入りました。グランパス8の前線からの速い守備、非常に光りました。このチームプレーです。特に試合開始前の小倉の様子から松木さんが、はい、今日は非常にリラックスしてるんだという話がありまして、あの実際のプレーの中でも小倉がですね、ゆとりを持ったドリブルですとか、そういったシーンがありましたよね。そうですね、思い切ってやってますよね。いいじゃないですか。さあ後半の展望をそれでは伺いましょう。松木さん、はい、まず追う立場の広島、はい、そうですね、やはりその前半広島のいいところといいますかね、高木を中心としたこの攻撃、両サイドをうまく使う、ハウストラを使う、そういった部分が全然なかったですから、はい、後半このハーフタイムで言われたように早めに早めに使っていきたいという場面が出てくる、くればいいと思いますね。野と高木がいます。さあ一方の名古屋の方ですが、木村さん、はい、まあ、名古屋としてはあのもっともっとあのストイコビッチの、ね、プレーを見たいなって僕自身思うんですけどね。とゆとりのある小倉とストイコビッチの前半黙っていたストイコビッチに、そうですね、まあ、かなり点を取ったシーンもあの平野選手の個人から生まれたものですからね、もっとあのゴール前でのダイレクトのシーンとか見たいですね。山本さん、はい、名古屋グランパス8ベンゲル監督の話です、はい、ロングボールを出されているがあまり下がりすぎないように前からプレッシャーをかけること、それからもう少しシンプルにプレーしろということを指示しました。シンプルなプレー、広島はハウストラがそのまま後半も出場しています。その長いボールに対してのディフェンス、これはあの木村さんどんな風に見えました。
いやその辺はもうしっかりしましたよね、はい、ということは注意をもう一度して集中を途切らさないように、はい、そうでしょうね。ベンゲル監督としてはその、ディフェンスラインが引くことで中盤にこのスペースができてしまう、それが嫌なんだと思いますね。なるほど、はい、放送席山本さん、はい、野次さんどうぞ。それからサンフレッチェのヤンセン監督ですが、前半の反省の通りマイボールになったら早めにロングボールを出せと、それから本人はセカンドボールを支配しろと言ってるんですが、おそらくこぼれたボールのですね、判断を早くしなさいということだと思います。はい、リードされているけれどもナーバスにならないように自分たちのサッカーをという指示です。これは松木さん、ナーバスにならないということは非常にこういう勝負大事なことだと思います。そうですね、あの前半見ましてもサンフレッチェの選手がボールをもらって何かをしようとするときに何か慌ててる雰囲気ありますからね、ですからやはり落ち着いてプレーをすることが大事でしょうね。特にあのゴール前の速いボール回しに対して、はい、少しこう普段のサッカーじゃないようなところが何回かありましたね。ありますね。両チームスターティングイレブンをそのまま後半も投入してきました。ノの姿が見えます。名古屋の方のメンバー簡単にお伝えしておきますと、伊藤、小川、大岩、飯島、トーレス、中盤が岡山、デュリックス、浅野、平野、トップにストイコビッチ、小倉です。一方の広島は今映った高木、キーパー前川、ディフェンス柳本、小島、上村、中盤道木、森安、ハロスタロ、フエ。さあ来ます。ちょっと流れた。広島のメンバー続けます。さらに桑原、そしてトップに野と高木です。いや今の場面でも高木にボールが出るボールがですね、本当直線的なんですよね、はい、ディフェンダーすごく守りやすい。ハウストラ、ただ相手のディフェンダー5人います。広島ボールのスローイン。逆にこの広島が攻める方向に対して名古屋はちょっと日差し守りにくいが、浅野、平野です。この冬の昼のゲームでは後半になっても日が落ちません、国立競技場。ストイコビッチ、トーレス、今のようにこのトーレスが上がってくる、最終ラインの選手が上がってくる時にですね、このストイコビッチが単純に彼を使っていくと、これはもう大事なことですよね。影が長くなって太陽の高さがこの目の高さに近くなってきます。桑原、笛を生かします。このボールですよね、このボールを大事にしたいでしょうね、ザフルちゃんね。ちょっとアウトにかかった感じになりました。浅野、笛、高木、一人倒れているのは桑原、柳本、オフサイドです。野がオフサイド。まあわずか1点というふうに広島はこれ松木さん考えればいいわけですね。そうですね、やはり次の点ですよね。ただまあ今まで見てきましても広島の方はなかなか得点をできない試合が多かったですからね。そうですね、そういう意味ではこの1点で抑えておかないとやはり逆転はありえないと思いますね。まあ、過去1点差でかろうじて勝ってきている今年の今年度の天皇杯の広島の戦績です。ストイコビッチ、デュリックスだ。前に立ちはだかった柳本、デュリックス、よく来ました。柳本、前半が左サイドが多かったストイコビッチですが、木村さん、やや右サイドにですねストイコビッチがポジションを置いているように見えますが、まあ、その辺はあの、マークの関係でね、ええ、あのまあ、ストイコビッチの場合はポジション関係ないですからね、はい、自由に動いてますからね。ストイコビッチ
ボールは生きています。まあ、ボールをもらうためにどんどん右左と出ていくでしょうね、そういった場面が多くなるんじゃないでしょうかね。ハウストラ、小島、クエ、ヤンセン監督の声響きました。桑原、スペースへ森安、形の上では松木さん、森安の二次攻撃というのも前半はほとんどなかったですね。そうですね、やはりそこまで形が作れなかったですよね。その森安がやや意欲的に前に出てきましたが、今のようにこの本当にボールを受けた選手が何か慌ててるんですよね、サンフレッチェの方が。なるほど、高木、だから自分たちのリズムが出るまで簡単にあの高木に当てるとかね、はい、そういったソイコビッチが出てきた、出してきてもいいんじゃないでしょうかね。もうどんどんね、やっぱり単純にいいところを出すという、はい、それでリズムを掴んでいけばいいんでしょうけどね。ストイコビッチがちょっと手を上げかけましたが自重しました。なんかその辺はなんか中途半端ですよね、ちょっと見えないですね、はい、外を使ってきた、うまく切り返す、逆サイドストイコビッチだ、ボレーシュート、フォローあった、2点目、名古屋の裏2点目、2対0、ストイコビッチの躊躇ないボレーシュートからこぼれ球、今の入ってましたよ、ストイコビッチのシュートもそうですね、ちゃんとゴールの枠に行ってますよね。オリンピック代表の小倉今日は見せます。正月元日の決勝戦2対0、その前のセンタリングがもう良かったですね。で逆サイドから平野がまた自分のいいところを出して、個人技生かしてこれよくサイドまで出ましたよね。逆サイド、ここでもうコースは行ってましたからね、そこで後ろから走り込んできた小倉という、小倉ちゃんやったねって感じですね本当に。さあこれで広島はとにかく1点を追っていかなければいけなくなりましたが、今日はの西野監督が来ているということで、あ、それもありましたか、オリンピックのストライカーは俺だと言ってるようなもんですね。また小倉、平野が左でちょっと待っている、ストイコビッチに合わせる、柳本、小倉をちょっと確認した、切り返した、小倉待っている、逆に平野へフリーな左へシュート、3点目、もうサンフレッチはもう全然ディフェンスがもう、そうですね、集中力を切れてましたね今、もうやりたいことが分かってないですね。完全にフリーの段階からあっという間に2点を加えました。後半の8分、名古屋グランパス8、3対0とリードを広げました。なお細かく修正するベネル監督、今のシーンもうノーマークですよ、誰も言ってないですよ、ここでもう落ち着いて仕事ができますからね。野のシュート、やはり今の2点を取ってもやはり右サイドからの攻撃、左サイドからの攻撃、もう両サイドからの崩しができるというね、グランパスの本当にいいところが出てますよね、2点とも。それも相手のゴールに近いところでそういう逆サイドの展開ができるということはやっぱり幅広くね、かなり守りづらいんですよね。また行きます、今度は岡山、フェイクをかけた、またフリーになった、ストイコビッチが飛ぶ、ようやく木村さん、ストイコビッチも元気出てきましたねそうですね、もう、まあ、先ほどのプレーなんかもうさすがっていうプレーですよね。でも天皇杯の決勝で3点差になるとやってる選手は気持ちいいでしょうね。ああでしょうね、いろんなことやりたくなりますよね。オフサイドです、今の岡山のプレーだってすごいですよね、もう伸び伸びやってますよね、若きストライカーいいじゃないですか。
フサイドにかかりました。松木さん、こうして広島が点差を広げられる、はい、個人プレーに走ってくると、うん、名古屋この組織力の相手ではかなり、そうですね、もう今の場面見ててもディフェンスラインがふっとこうラインを上げて焦ってるサンフレッチェに対して簡単にオフサイドトラップが取れるという、こういったシーンがどんどん出てくると思いますね。ですからサンフレッチェの方は3点差ということよりも1点を自分たちが取るということを考えないとなかなかリズムっていうのは取り返せないですね。おっとちょっと小競り合いです。野と浅野です。3対0と点差を広げました。まあ、どちらが勝っても J リーグのチームとしては初優勝になりますが、桑原、高木へ、名古屋ボールです。ゴールから遠ざけられるんですかね、もっと近くでのポストプレーが出れば広島の攻撃の場面がね、はい、数多く出てくると思うんですけどね。今サンフレッチェの方は両サイドをこう本当にフリーで仕事させてしまってますからね、これもう一回バランス的に考えないとポジショニングを修正しないといけませんね。笛の段階で2人ついてきます。野のところへまた3人集まってくる、うん、そして高木だ、とコントロールが、いやーいいボールですね、ちょっと悔やまれました。今のはちゃんと止めなきゃいけませんね。最初のタッチが左足だったでしょうか。これがホイッスルありました。広島ボールのフリーキック。松木さん、こういうところを大事にしたいですよね、はい、そうですね、やはり本当に今の場面ではきちっとしなきゃいけませんし、このシーンもそうですね、高木の頭といいますか。さあ高木にハウストラ、そして上村が入っている。柳本がファーに来ます。得点のチャンス広島、低いボール、まだボール生きています。つないでくるストイコビッチへ、ドゥリックス放り込んだ。岡山つなぐ、残っているのは小島。明らかにこの気持ちの上でもそして体勢でも名古屋に押されています。松木さん、あれ、はい、こぼれ球本当はミドルシュートでも打てればいいんでしょうけど、そうですね、なかなか名古屋のディフェンスも硬いですよ。もうこの3点差ありますと多分疲れなんか感じないでしょうね、選手は。本当に気持ちがもう乗ってプレーできるということで、普通だったら45分なんですけども、はい、いやー60分ぐらい欲しいなっていう選手が多いんじゃないですか、多分今の名古屋は。ちょっと判断が遅れている広島の選手。デュリックス、いいボールですね。出てきました飯島、中に3人います。ホイスありました。道木のファウル、まあ、選手の股間を抜いた、ここですね。この前のこのパスがもういいですね、昔の木村和志というか、ね、今のデュリックスかという感じですね。さあポイントに来ましたのがストイコビッチ。今度は多分ディフェンダーに合わせてくるんじゃないですか。もうフォワードは点を取ってますからね、今度は違ったメンバーに点を取らせたいということで、ね、なるほど。いや、狙ってくるのも面白いんじゃないですか。合わせてきた浅野、ヒットしません。ハウストラ、オフサイド、ストイコビッチです、うん、
今ストイコビッチが僕ってなもんでやってましたけどね。さあ君しかいないっていう感じでしたけどね。選手がウォームアップを終えて森山です。あ、森山一挙に2人入れてきますか。大木も投入する可能性がありそうですが、ホイッスルがありました。名古屋ボール。森安も少し全体状況にイライラしてるんじゃないでしょうか。うん、交代しますね。2人2人変わります。森山と大木を投入。あ、いいもんだ。さあ小畑フリーになった。シュートレンジだ。小川外しました。いやでも思い切っていいですよ、この小倉からのね素晴らしいスルーパス。サイドバックの小川、今日は前半からありましたが、さあここで選手が交代します。うーん、もう少しでしたね。その交代、笛に代わって大木を入れました。そして怪我のハウストラに代わって森山を投入。大木は青山学院を出た19歳、青山学院の19歳です。森山は筑波大出身の28歳。この17番の大木っていう選手は松木さん、あの期待の選手ですよね。はい、うん、そうですね。やはりここで交代した選手はこのリズムを変えるために入ってきてますからね、はい、本当にいい働きを期待したいですよね。その大木へ、大木が左に入ってややスリートップ気味になりました。ただまあこの時間帯に入ってくるかなりこのウォーミングアップが必要だと思うんですよ、その辺はちょっとどうなのかなというのが気になりますけど。後半の18分にかかりました。3対0と名古屋リード。これから勝利をもぎ取るためには松木さん、相当な精神的な努力も必要です。とりあえず目の前の1点をどうするか。そうですね、リズムが変わると本当にあの、何点でも入るようなリズムに変わりますからね。あ、なるほど。そのリズムを取り戻すことがまず大事でしょうね。ストイコビッチ、ストイコビッチのヒール、ゆとり、ポーレス、ストイコビッチ、岡山、小倉来る、デリックス前走る、デリックスへ、そしてストイコビッチ、3段4段攻撃の名古屋、股間を通したが、今のはファールでしょ。あれは取らなきゃダメですよ。きちっとこの余裕を持ってボールを回して空いた選手を探すと。平野、これで広島ボールになりました。まあ、今のストイコビッチが股間を抜いて相手のオブストラクション気味のプレーがあったこのシーンですが、そうですね、これはプレーとしては最高のプレーですよ、ね、これは明らかに、まあ、ファウルが取られておかしくないプレーでしょうが、そうですね、怒らなかったストイコビッチというところに名古屋の今の状態が伺えますね。そうですね、もう3点取ってるとそういう感じですね。まあ、それだけの余裕があるんでしょうね。さあ追っていくの、日差しの眩しいキーパーの伊藤ですが帽子はかぶりません。あの試合前にまだ高い時にはゴール裏に回ってみたんですが相当眩しいですね。うん、そうですね、まあ、このグランパスの選手にとっては今のこの3点があれば、眩しさなんてどうってことないでしょう。そうですか。まあ、サッカーでは2対0と3対0の違いについてはサッカーをしたことのある人がみんな口を揃えて言うようですが、その3対0、堀
ホイッスルありました。広島ボール、まあ、名古屋にしてみますとつまらないファウル、つまらないイエローカードというのは要注意です。放り込んできました。逆サイドへ大きい、その大きい、あとちょっと感じる選手が遅い。野が行きます。かなり強引に高木がフリーになっている。そこへ2人ついてくる。シュート打った、いいシュートです。いいですね。野のけれんみのないシュートでした。怒りのシュートって言うんですか、もう気持ちが全部ボールに伝わったというかね。ここからですね、自分でボールを拾ってそしてシュート、本当にもう、うん、素晴らしいシュートでした。シュートでしたよね。さあまだチャンスがある。高木、うん、あ大丈夫ですかね。木村さん、こういう風に少しずつ押し始めていくとだんだんリズム出てくるもんじゃないですか。もちろんそうですね、まあ、先ほどの野のシュートなんかでもやっぱり気持ちが出てますからね、周りの選手もやっぱり釣られてきますよね。トーレスはふくらはぎにちょっと入ったようですが大丈夫。さあ広島のスローイン、柳本、前に行く森山、桑原、その桑原が来た、高木が来る、桑原、頑張る桑原、この桑原の向こう側に森山が途中から入って笛の代わりに入っていますが、この森山ちょっと残りました。ここもね、本当いい形で行ったんですけどもね、そのまま直線的にゴールに向かった方が良かったですね、今のシーンでしたらね。4万6000人の入りました東京センターや国立競技場、3対0名古屋リード。森安、また来ます。平野、この時にこの中盤からデュリックスだとか浅野が上がってきた選手に対してサンフレッチャー全然ケアしてませんね。さあ抜けてきた高木、ディフェンス3人です。1人しかいません。サポートがちょっと遅れている。大木はサポートに入ったがちょっと遠い、放り込んだ、これが津田丸、平野、ソルコビッチが手を挙げているがオフサイドポジション、選手が1人帰ってきてインサイドになった。森山、しかしどうですか木村さん、名古屋のボールがですねディフェンスラインからちゃんとつながって、そうです、ね、次の攻撃に入ってきますもんね。使ってもいいと思うんですけどね、うんうん、そういった指示が出てると思うんですけどね。再三指摘ですが、高木ちょっと後ろからトーレスのファウル。高木もあれだけの大きい体してるわけですから、もっとうまくね、体をうまく使うことが大事ですよね。トーレスもかなり足でボールに対してつついてきますので、うまく体を使わないといけませんね。名古屋3点、後半に入って立て続けに2点を加えて3対0としています。残りあと20分、柳本、上村、コーナーキックです。大事にしたいセットプレー、やはりトーレスは効いてますよね、なかなかね落ち着いていいプレーしてますね。
に9番の野、桑原取り込んだ、高木だ、今もトーレスですね、ストイコビッチ、ホイッスル、ファウルです。名古屋ボール、ボールに行ったんだと言ってますが、倒れたのはストイコビッチ。さあ今の高木へのシーンです。高木自身のコンディション的なものは松木さんどう見えますか。僕はねあんまり良くなさそうですね、僕が思うにはね。ちょっとこのボールに対する動きがちょっと遅いですよね。あーはー、やはり自分の一番欲しいところっていう場面がないじゃないですか、逆に自分がどこで欲しいのかっていうことをある程度選手に伝えていかないと、いつもこう不利な体勢でボールを受けてるシーンが多いですよね。山本さん、はい、中西がですね呼ばれて今アップを始めました。そうですか。中西は中盤のプレーヤー。いや今日はあの試合前に中西とね、いました。今日は美味しいとこいただきますって言ってましたからね。そうですか。いただきに来るんじゃないですか。まあ中盤のディフェンスで力を発揮するプレーヤーですが、最近は中盤のユーティリティープレーヤーとして。リザーブで使われることがあります。すごくこの性格的にも明るい、本当にこの雰囲気を変える選手ですよね。このベンネル監督が来て成長した選手の一人ですね、はい、後ろで走り込みを続けていますが、平野から小村へ、柳本入る、ここは柳本の貫禄。そうですね、うまかったですね今。持ってくる大木、この長いボールがみんな名古屋はつながります。大木に対する後ろからトーレスのファウル。今のボールなんかでもサンフレッチェの選手が全然反応してないんですよね。森安、森山、そうですね、こういったボール面白いんですけどね、トーレス、桑原シュート、森山、もうこの辺からでもいいんですよね。出てきた大きい、キーパーはボールの回転よく読みました。3対0、中西が交代のメンバー用紙を持って間もなく交代です。大きいきます。スローインはここで選手の交代。小倉を下げて中西を入れてくる。小倉を下げます。これはあれですね、得点はもういいと、ある程度この3点をしっかりと守るという意識でしょうね、はい、前にいた小倉が下がって中西が入ります。同志社を出た26歳の中西、その中西が入りました。いやでも小倉君いい、本当にいい仕事しましたね、今日はリラックスをしていいプレーでした、はい、オフサイドです。それこそ準決勝でも2点を挙げて、まあ、こうしてベンチに入って見ること自体小倉のこの胸の内が分かりますが、貫禄あるじゃないですか、もう少し年を取るとベンゲル監督の横に行くんでしょうけど。いやでもね、変えられるっていうのは本当悔しいんじゃないでしょうかね。あ、なるほど。本当にあの表彰台に立ちたいっていう気持ちは選手としてはありますよ。さあ名古屋のポジショニング、これで岡山が前に出ることになりました。岡山が少し前に出てきました。中西が中盤の底に入りました。かなり眩しそうですが、さあ高木へ、大山がつく、戻して森山、このコントロール、
どうも松木さん、広島の選手のプレーの一つ一つのコントロールもですね、そうですね、いつもの感じじゃないように見えますが、もう前半始まったところから本当に慌ててる雰囲気がありましたね。今のシーンなんかでもなんでもないボールなんですけども、ミスキックしてしまった。これは珍しくミスになりました、広島ボール。これも柳本が珍しい。なんか広島の方の選手、各選手はなんか一人で戦ってるって感じですね。それに対してグランパスは本当にチームで戦ってるという、そういう感じがしますね。ホイッスルありました。あっと、ストイコビッチと上村。今3対0だって言ってました。僕もよく選手の頃やりましたけど、そうです、勝ってる時に相手に、今どっち勝ってたっけって聞くんですね。嫌なことがあると。相手は心理的ダメージを受けるわけですね。飯島がちょっとピッチの外で治療を受けましたが戻ってきました。さあセットプレー狙いますか。今度はスタンコビッチ投げた、飛んだ、トーレス。トーレスですね。と触って、今ね、あのスライディングで止めようとしたんですけどね、本当に残念でしたけどね。コーナーになってしまいました。追加点のチャンスです。また助走路を取りましたストイコビッチ。体を張る。さあドリブルか、とクリアになった。もうサンフレッチェの方は全然飛び出していく選手もいませんし、はい、今の場面でも本当にただ蹴ってるだけですからね。木村さんはあんまり過去苦しい試合ってのはなかったかと思いますが、こういうその個人プレーというんでしょうか、一人一人になってしまった時立て直すのはどういう風にされるんですか。まあ時間の問題ですけどね、まあ、1人ベテランでもいればね、いろんな経験者でもいれば リズムっていうか変えられることできるんでしょうけどね、これ本当に今の場合サンフレッチェ本当に一人一人分断されてるっていうんですかね、もう個人技になってるんですね。もう組織だってないですよね、それだけもう意思の疎通も統一も全然ないっていう風になってくるんじゃないでしょうかね。空いた選手がいるともうその選手のことは他の人は考えないというか、そういう感じに見えますよね。トーレスが裏に出してくるストイコビッチ、ケアに行くのはミチキ、コーナーを取りました。山本さん、はい、サンフレッチェのベンチから点差が開いて最終ラインを思い切って上げるような指示が出てるんですが、全然オフサイドトラップ取れてませんね。息をつきました平野。ペナルティエリアには5人です。それまでよりも1人少なくなっているということはディフェンスを少し意識している名古屋。とボール見失った。どこ見失ったシーンです。誰も彼もがボールを見失ってしまいました。まさか消えちゃったなんて思ってないでしょ。太陽のせいでしょうか。道木、いや大木です。高木合わせる、高木。逆に岡山、初めてじゃないですか、高木がああいった形でヘディングしたからペナルティエリアの中でヘディングするっていうのは、特に高木の頭にちゃんと当たったっていうのは、多分そうですね、みんなトーレスにやられてましたね、はい、ここまで3対0、広島の印象の残るシュートは9番のノノアの怒りを込めたシュート。そうですね、森保はおそらくこのチームバラバラの状態を一番憂えている選手でしょう。いや今
のシーンで高木があそこでさばいてるっていうのは良くないですね。そうですね。ポストプレイヤーが、はい、他の選手があそこで仕事しなきゃいけませんね。残り時間が少なくなってきます。手元時計であと10分を切っています。スペースへ。そうですね、ここから高木のプレーじゃないんですよね。あーっと、これはフリーになっている。よく体を預けた森山。ストイコビッチが前に残って、ここですね、これ、これボールコントロールミスですね。もう少し前で、もうちょい前でね、はい、まあ、あの頭にはアウトサイドもないんですけども、左のアウトサイドぐらいの頭でこう当てたらよかったんじゃないかなという大岩。ただやっぱりこのつなぎを見ても、サンフレッチェとグランパスはグランパスのやはりシッと正確性がありますよね。ストコビッチ、トイコビッチはあらゆるものに怒りがぶつかりますが、そうですね、このプレー、こぼれ球は森保が行く、うん、森保にもここというキレがもう一つこの段階ではありません。柳本、あと、これはミスパスになった。岡山だ、岡山フリーになる、シュート、よく前から防ぎました。名古屋決定的なチャンス、いやー、悔やまれる岡山。そうですね、まあ、その前のこのやここの手が ね、これはもう絶対やっちゃいけませんよね。やるなら成功しなきゃダメなんですよ。なるほどさあ、コーナーキックのチャンスですが、もう一度見てください。よく足膝で止めました。そうですね、前川、いいプレーでしたね。日本代表のゴールキーパーです。風がまた強くなってきました。国立競技場、3対0名古屋リード。急ぎません。名古屋、蹴るのは平野。回ってきた。高木の頭です。前から出た。こぼれ球にデュリックス。後ろから小川。デュリックス。繋いで浅野、浅野のレンジだ、繋いできた、ね、もう一度入れる、シュートだ、岡山のシュート。形は素晴らしい形になりましたが、そうですね、今ただみんなこれフリーなんですよね。そうですね、ここで浅野がいいパスを、グランパスの選手本当にボールに対してみんなが集中してますよね、うん、ここでもう狙みんなが狙ってますよね。この気持ちが広島にあれば少し、うっと、またシュートだ、ストイコビッチ。楽しくてしょうがない感じしますね。うーん、今のグランパスのこの雰囲気でしたら僕でもできそうですね。中に入ってもわからないじゃん。この雰囲気が仮に広島にあれば流れは変わるはずなんですが、柳本も自分から行かないで戻す、トーレス。ちょっと広島の選手に元気がない。残り5分です。それぞれが何をやっていいかっていうの全然感じられないです ね、 なんかね、何か変えたいという感じも見られませんし、ね、ないですね、ちょっとあれですね、残念ですね。さあ、ここでまた選手が変わります。名古屋が森山を投入します。岡
岡山に代わって森山、やはり今2回チャンスがあって、取れなかったということでベンゲル監督の厳しい判断。またスペースで出す、その森山へ。スペースへ平野、残り時間があと4分を切りました。この段階での木村さん、相手が交代してくる、しかもフォワードの森山が入ってくる、広島嫌なもんでしょう。まあもちろんそうですね。もうこのゆとりの交代というか、もうあれですよね、サンフレッチェの選手は早く終わんないかなと思ってるんでしょうね、きっと。得点3対0、名古屋リード。そして一方的な名古屋のサッカー、去年のファーストステージを制した年で言いますと一昨年になりますが、その広島、今日はいつものサッカーができません。オフサイド、残り時間があと3分を切りました。広島ボール、広島の森山です。孤立してますよね、こうやって。今はドリブルでいく、ドリブルドリブル、コーナーキックです。高木がいます、野が入っている、そして上村がいる、さらに大木がいます。遅れて柳本が入ってきた、押してくる、ミドルシュートレンジ、開く、放り込む、テリング、キーパー、流れはそう悪くありませんでした。広島この攻撃ですよね。ダイレクトでつないでくる、またシャンツだ、高木のシュート、サイドネット。何か先ほどのヘディングからちょっとリズムが出てきたのか。しかし時間ほとんどありません。選手が一人倒れました。さあ今のシーン、これうまく抜け出てね、鋭いシュートでしたけどね。最初のちょっとトラップがね、ちょっと浮いてしまいましたよね。さあ選手が一人倒れました。ここでトーレスですね。トーレスは起き上がりましたが、今シュートした後の足が多分当たったんじゃないかなと思いますね。名古屋は森を用意させましたが、再開です。そのまま中してストイコビッチ、小島、柳本よく入りました。しかし後ろから来る小川、小川の突破、森安、高木へ、高木フリーになった。ちょっとボールコントロール、と森安、上村、野が入る、トーレスが戻る、野が入る、何か少し息引き返したような広島です。フリーになった、フリーになった、フリーになった、大きなシュート、外れた、際どいシュートでしたが外れました。選手に当たりましたか、どうですかね。今ただコーナーでないところを見ると、これ野からのボールですよね。これうまくねトラッピングして、ああ当たっていません。ただこれ見てください、この後のシーンでですね、高木が反応しないでグランパスの
ディフェンダーがきちっとやっぱりボールに対して反応していると、この辺がやっぱり両チームの、ね、比較できると思いますよね。ロスタイムに入りました。若い日本チームの代表としてフォワードで世界で戦ってきた大木ですが、まあ、ここで今大木のシュートが決まっていると、高木ですね、あ大木ですか、はい、あ失礼しました。その今年の大木へのまた夢も膨らんだんでしょうが、ホイッスルありました。広島ボールのフリーキック。さあ時間は今岡田レフリーが止めました。途中交代の小倉、ここでまたロスタイムに入って選手を交代させる。これはもうあれですね、時間を、サクシーデンゲル監督もう1秒たるとも無駄にしないというね。12番のディフェンダー、ストッパータイプの森を入れます。さあこのセットプレーのが入ります。ちょっと曲がりきらなかったか、うん、柳本だとシュートはオフサイド、フラッグ上がっている、オフサイド。気持ちは分かりますが広島オフサイド。ここで一旦止めます。選手の交代を岡田レフリーが認めて時計に一旦手をやりました。3対0と名古屋リードして、ロスタイムの中もうすでに2分を経過。そうですね、まあ、今の点僕がレフリーだったら上げてってもいいかなとそういうような感じですけどね。平野に代わって森が入りました。ゲーム再開、3対0名古屋リード。平野選手もいい仕事しました ね本当に。突っ込んでくる森山。広島の森山、選手交代からまた名古屋の寄せが早くなってきた。森山ストイコビッチへ、デリックスがそばにいます。デリックスに合わせる、デリックスがうっとヒール残せなかった。しかしコーナーを取りまして、さあここでホイッスル。名古屋グランパス8、3対0、サンフレッチェ広島を下して初めての優勝。天皇杯をしっかりとその胸に抱きました。名古屋90分集中しての見事なチームプレーで完璧にサンフレッチェ広島を下しました。健闘しましたが広島最終盤の追撃も得点にするには至りませんでした。名古屋にとっては J リーグ始まって以来の念願のビッグタイトル。いや松木さん、はい、小倉もやりましたし平野もやりましたし、いやいいですね、本当に若いこのピチピチした選手がですよ、こういった場面でいい働きができるという、もう本当にこれからの日本のサッカーはもう大丈夫だと、そんな感じしますね。特にあの木村さん、チームプレーの糸がずっと切れないで90分集中して見事なサッカーだったと思いますが、そうですね、もうなんか本当に自分たちのサッカーを最後までやったっていうことでしょうね。その反面広島は自分たちのサッカーができなかった、はい、ということでこういう結果になったんでしょうね。放送席、それでは優勝しましたベンゲル監督にお話を伺います。初めてチームを引き受けてからタイトルを取りました。今どんな気分ですか？So now it's the first title for you. How do you feel now? I think everybody in Grand Pass is happy. I would like all the supporters and the people who worked with me the whole year and of course the players who had a fantastic spirit. まあ今ハッピーです。それから今まで応援してくれたサポーターの皆様どうもありがとうございます。みんなね今日はいいスピリットを見せてくれたんでね、とても満足しています。今日は狙い通りの戦い方ができたんでしょうか？Ideal play today? It's an idea in the final to win. I was five times in the final now in 10 years and I lost, I won and I know it's very cruel always to lose. And I think the team made big performances the whole year and it's just an award for them.まあそうですね、このカップゲーム決勝まで来たのは、まあ自分の中10年間の中で5回目なんですけれども、みんな今日は、ね、いいパフォーマンスを見せてくれた、みんな今日は素晴らしいプレーを見せてくれた、とても感謝しています。ありがとうございます。
ここまでグランパスが強くなったという原因はどこであると思いますか？ What's the reason why the グランパスが become stronger?There are many reasons. I think we have a good spirit in the club and a good spirit among the players, and I think it's a great day for them. But I would like to thank them for the big work they did the whole year. The club 全体そしてね、みんな素晴らしいスピリットを見せてくれた。これが一番勝因につながっていると思います。まあ1年間としてね、激しい練習についてきてくれて、またここで感謝の意を述べたいと思います。ありがとうございます。これで選手が自信を持って来年これは残るは優勝ということになると思いますが、リーグ戦での in, next week, next years, maybe league games, but the player has a confidence. Yes, victories give always confidence, but we are, you see, every year is a new start, and in sport, I think we must first come back to work.このゲームで自信を与えると思いますけれども、もちろん新しいスタートですんでね、みんなこれからももう一回一生懸命ね、最初から頑張りたいと思っています。どうもありがとうございました。おめでとうございました。そして後ろから柳本が勝った最後、遅れてタクシー上げて上がる平野、そのお尻を叩いていきました。赤い絨毯に赤いジャージがよく似合います。木村さんも松木さんもこの階段はこうして何度も登られたことがあって思い起こされると思いますが、松木さんいいもんでしょうね。いやこれはいいですよ。でサッカーマンにとってこの天皇杯が終わったことでこの全ての1年間が終わるということで、そういった意味ではもう最高ですよね。キャプテンの伊藤が高々と天皇杯を、そして浅野に表彰状が、木村さんもカップを何度かこうやってね。そうですね、これは何とも言えない、本当に本当に幸せっていう感じですよね。本当ですよね。背番号10番の高木は新たなる年こそはという思いが胸に燃えていれば、また広島の新しいサッカーがおのずとついてくるはずです。栄冠に輝いた名古屋グランパス8、トーレスの活躍も見事でした。小倉が、ああこんな笑顔久しぶりに見ましたね。しかしこの若いうちからこうやってこういうところに乗れるってのは羨ましいですね。浅野も、でも本当に浅野もいい仕事しましたよね。そしてストイコビッチ、岡山、小倉、平野、フェリックス、飯島、トーレス、浅野、敗者が勝者を見る、この一瞬はどうしても決勝戦の後には出てくるものですが、思い返せば3年前のあの J リーグの開幕から名古屋のチームがガタガタと崩れていったのがまるでこう昔の夢のような感じがしますね。ただまあそういったこの過去といいますか、そういった過去があってチーム自体が大きくなってくる、これは素晴らしいことじゃないですか。何度万歳をしても、何度ガッツポーズをしても、何度ビクトリーパンチを見せても、この喜びが伝えきれません。今日は木村さん、ストイコビッチのストイコビッチらしさが出たのは後半に入っての、そうですね、3点ぐらい入ってからですね。しかしストイコビッチが十分に自分のプレーができなくても他の選手が十分にまたそれを補って余りあったと、まあ、それだけ、まあ、ストイコビッチ効果というんでしょうかね、周りの選手もやはりレベルアップしてますよね。リーグ中にこのストイコビッチを使ったり使わなかったりとしてた、まあ、試合が何回かあったんですけども、そういったこの経験をですね、この決勝の一番大事なところで生かしたなという感じしますね。
胸を張って戻ってきます。放送席、放送席、それでは今日2得点小村選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。天皇杯転した気分どんな感じですか？いや、チャンスは絶対来ると思ってたんで、それを早い段階でね、模様できて、そういう気分良かったですけど。今どんな感じですか、優勝したっていうのは？いや、やっぱり優勝はいいですね、はい。辛いことも多かったでしょ、これまでね。そうですね、いろいろありましたけど、まあ、今シーズンね、やっぱグランパス去年と違ってね、強くなったっていうところをやっぱタイトル取って証明したかったんで、この優勝はチームにとってすごく大きいと思いますけど。昔のことを考えるとなんか信じられない感じじゃないですか？そうですね、まあ、でもこれで本当にグランパスの強さが皆さんに分かってもらったんじゃないかなと思いますけど。すごくいいお正月だったでしょう？そうですね、今年は自分個人としてもオリンピックもあるし、すごいスタートからこんないい感じでいいのかなという感じですけど。あとオリンピックですね。そうですね、オリンピックと J リーグ2つありますので、また頑張りたいと思います。じゃあ最後にサポーターの皆さんに、ここまで本当応援してくださってありがとうございました。今年もまた頑張るんで、また応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。まだその喜びを完璧に伝えられない、そんな思いかもしれません。ああ、ベンゲル監督のにこやかな顔。みんな雲の上を歩いているような気持ちなんでしょうか。これからグランパス8の選手たちがサポーターの前で優勝の挨拶です。松木さん、木村さんの時代とまたサポーターの方々の思い出がちょっと違う時代ではありますからね。いや、でもいいですね、いつ見てもこの優勝っていうのはね。で、またこのお正月の優勝ということでグランパスカラー、これまた映えますね。大黒のカップ戦の優勝ともなりますと、スタンドからお客さんがぶわっ入ってきて、誰が選手か誰がお客さんか分からなくなってしまうもんですが、そこは整然と。名古屋からたくさんのサポーターも駆けつけているでしょう。東京や関東地方の名古屋のサポーターたちもこの一瞬を3年間じっと待っていた、そんな思いだと思います。この試合の解説、木村和司さん、松木安太郎さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。